新宿駅、西口地下広場新宿駅、西口地下広場は、新宿駅、西口地下一帯の送迎車上空部分を含む歩行者空間のことである。小田急百貨店などと同じく、坂倉順造が設計し、1966年に完成した。同時に、大型百貨店や地上バスターミナルも新たに整備され、現在見られる、新宿駅西口の風景の基礎を作った。 1969年の事件以降、公式名称表示では西口地下通路とされている。主にオフィスビルや商店街同士の連絡通路としての役割を果たしている。新宿駅だけでなく、京王百貨店、新宿小田急パーク、小田急エースなどといった周囲のデパートやビル、地下商店街とも連結しており、さらに都庁をはじめとする。 西新宿副都市へのアプローチとしても利用されている。また、地下広場の一角にあるイベント広場にでは様々なイベントが模様されている。この地下広場は新宿の戦災復興計画の一環として建造された。1966年から存在する公共施設で1960年代においては反戦フォークゲレラ活動の中心地であったり、 1998年までは多数の路上生活者がダンボールハウスを作って暮らしていたなどアンダーグラウンドな歴史を持つ公共施設である。2017年現在使用されている案内板地下広場の下は駐車場になっており、完成当初は世界初の地下立体駐車場とされていた。また、都庁方面へ続く動く歩道の部分も同じ東京都建設局の管理である。 広場の中央には地上から吹き抜けになっているローオータリーがあり、都庁第一本庁舎行きのバス停留所やタクシー乗り場などが設置されている。噴水も設置されているが2019年現在使用されていない。この地下広場では道路法、道路交通法が適用されるため、許可なく交通の妨げとなる行為を行うことは全面的に禁止されている。 路上生活やビラ配りは禁止されており、長時間立ち止まったり、床に座り込んでいる場合にも、警備員に歩くように促される。地下広場内の路上生活が禁止されてから、数は大きく減ったものの、夜間には多数の路上生活者がこの地下広場で段ボールを広げて就寝しているため、通勤ラッシュを迎える前の早朝に禁止事項を伝える、校内放送が流れ、 警備員が巡回して、路上生活者を排除している様子が見られる。ありがとうございます。